とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いい装備が出てきました。これです。これこれ。はい。冬の指先、黄金ですね。エンチャントがクールダウン。そして、貫通、アーティファクトチャージです。で、黄金スキルで、光か。がついてます。どうでしょうか。うん。冬の指先の、クールダウン構成が初めて出てきたけども、強いんじゃない?うん。実際ちょっと使ってみようと思います。そして、アドベンチャーハブで、ウィークリーチャレンジ。これ、アイテムを使うやつってさ、ここでも大丈夫なんか?だったら簡単かなと今思ったんだけども、アイテムを食べる。食べるね。そしたら、あ、カウントされる!される、される!なら、ここでアイテムを無限増殖して、取ればいいじゃん。簡単じゃない?うん。まあ、とりあえずここで、それを2つ、アイテムとポーションをクリアしてから、スタートします。よし、いいかな?はい、二つ。簡単だね。この食べ物とポーションはもう簡単だわ。楽勝。よし。じゃあ次でここ、いけそうだね、チェストで。それでは行きましょう。デイリーのパンダ高原、来てます。うん、さすがの矢の多さだね。うん、一発で三つ出るんで、矢の数は多いけども、あ、やっぱりね、やっぱりあのバブルマスターに比べ、あれ比べちゃダメだわ。あれと比べちゃダメだけど、うん、火力はやっぱり落ちるね。落ちる。こんなもんか。もうちょっとね、うん、バリバリいけるかなと思ったけども、そうでもない、うん、思ったほどの火力はないな。うん、そうね、これあれだね、エンチャであれが欲しい、マルチショットかできればバーストボーストリング。バーストボーストリングがついてると、自分の方向以外3方向に、矢を発射するんで、そうか、前ね、これあの、バーストボーストリング用の、この冬の指先は持ってたんだよね。こっちの方が、火力があるね。うん。どう見てもそっちの方が火力がある。バーストボーストリングやっぱ優秀だね、あれは。めちゃくちゃ優秀。あれがないと、若干火力が、うん、若干というか結構火力が落ちる。目に見えてわかるもんね。バブルバースターもそうだもんね。あれも、クールダウンショットの構成に、バーストボーストリングが一つ入ってるだけで、もう火力が全然違うもん。うん、どうしてもね、火力が落ちるんで、はいはいはい、そうか。まあ、微妙ではないけども、そうね、もう一つスキルが欲しいところだわ。うん、できればバーストボーストリング。まあ、なければ、あれだね、マルチショット。どっちか。ああ。が、ちょっと欲しいわ。火力が、ちょっと寂しい。ですし、無限がついてないんで、矢の消費量が、半端じゃない。もうすでにないもん。矢がないもん。ああ、じゃあ。ちょっと待って、矢を取らせて。あんまりね、その矢を
二元増殖最近そこまでしないんだよね。このまんま行って全然矢が足りてるんだけども、やっぱ無限がないと足りないか、ちょっと厳しい感じです。まあいいや、このまんま一応クリアはしようかな。うん、まあキャプテンが4体居やすい場所なんで、一応クリアはしときましょう。うん、全然進んでいける強さはある。うん、強さはあるけども、やっぱりバブルバースターと比べてしまうとちょっと寂しい感じですね。まあまあクリアします。それでは報酬です。一応全部倒した、全部いけた。大いなる破滅のこっちは汚れたクロスボウか、微妙だね微妙やったね。でもね、分かった、分かりましたわ。これは冬の指先使うならば、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、もしくはロールチャージの、もう一つ欲しい。できればバーストボーストリング、なければマルチショットだね。その三つがついてかなり強くなる。うん、この二つだったらば、まあ悪くはないよ、悪くはないんだけども、うん、どうしても、うん、バブルバースターよりもすごく弱く感じてしまう。うん、バーストボーストリング入ればね、相当なもんだと思うんだけど、ちょっとね、このスキルじゃ波の感じだったね。で、もう一つ分かったこと。これね、すごいこと分かった。これだね。263の輝くローブ。うん、エンチャントがポーションバリア、雷フォーカス、火炎フォーカス、霊気。だね。これ、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。やっぱり耐久力が全然違う。うん。絶対死ぬかなと思ったけども、これ着てれば、全然死なないね。お、すごくいいやつでした。はい。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。